こんにちは、足立ロベルトです。いかがお過ごしですか。私はリコー GR シリーズや GXR シリーズ、それらのカタログ写真や広告用写真を撮ったり、毎年写真展ザ・シークレットに出展させていただいたり、あとはカメラ雑誌にも時々 GR の記事を書いたりしています。写真展やるときも個展をやるときも GR で撮った写真はよく展示しています。そんな私が今日は写真家としての活動ではなくて、それ以外の4つの姿、4つの活動を写真や GR を通してご覧いただきたいと思っています。まずはじめが画家としての活動です。子どもの頃から絵を描いていて、10代から20代前半にかけて本格的に絵を描いていました。絵本を出版したこともあります。この動画は昨年タイに行った時 GR3 で撮った写真をもとに水彩画を描いている様子です。昨年は水彩画の個展を行いました。これらがその時の作品です。作品の写真はすべて GR3 で撮っています。ここからは今年6月に行う水彩画展の作品です。これらの写真もやはり GR3 で撮っています。この後ご覧いただくのが作曲家としての活動です。20代前半で作曲を志して、現在もプロとして活動しています。この動画全体に使われている音楽もすべて自作のものです。 Always challenge and propose something new. As you see, the GR is a... こちらをご覧になった方も多いことでしょう。 GR3 の販売に先立って発表されたGR コンセプトムービーです。この音楽も作りました。And seek more stimulation. But when the heart is moved, that is the feeling which one wants to continue experiencing. The GR is not for excitement, but to move one's heart.音楽活動の最中にもよくこのように写真を撮ります。この曲、この PV に使われている動画も全て GR で撮りました。
続いて料理の写真です。一人暮らしが長かったせいかずっと作り続けていて、現在も家族のために毎日最低2食は料理を作っています。以前は SNS などにもよく投稿していたんですけれども、最近はご無沙汰しています。料理に使うカメラももっぱら GR です。料理カメラにも GR は最高です。最後に父親としての写真です。子供が誕生した時からずっとフィルムで撮り続けています。特に子供が2歳になって保育園に入るまでは毎日一緒に散歩したり遊んだりしながらたくさん写真を撮りました。やはりフィルムで撮ることはちょっと特別な感じがします。Thank you.
いかがでしたでしょうか。あなたも身の回りのこと、大切にしているもの、ぜひ写真に撮ってみてください。アタチロクリコでした。